日本愛知県、豊田市、のりさだ町。のりさだ町は愛知県豊田市の地名。豊田市の中央部に位置し、アスケ地区に属する。アスケ地区の中では最西部近くに位置し、東部に行くほど山林が深くなる。同地区の中では山陵が比較的なだらかで明けた印象を与える。町域東部では北東から南に向かって矢作川の支流である。 ともえ川が流れ、町域中央部屋や,や南寄りでは、桐山町より北進してきた乗りさだ川が、このともえ川に合流する。合流地点近辺は、土地が比較的平坦であり、大湖より、飛鳥街道より、滝坂道がここで分岐し、飛鳥、岡崎、矢羽川方面に通じる交通の要所ともなった。また、明治初期までは、 下助切れと往来する友江川都線の船着き場も、この付近にあったという。古来の遺跡、中世以降の史跡も多く、江戸時代初期の僧侶で、仏教思想家、鈴木昭三のゆかりの地としても知られる。現在では、友江川沿いを走る愛知県道39号と、愛知県道343号がここで分岐し、王子の街道ルートのありようをそのまま踏襲している、わけではないものの、 松平及び岡崎高橋ののの方面へのアクセスの容器となっているこの菓子に接した県道沿い及び山あいを走る旧街道沿いには人家が広く点在している。町域西部では人家もほとんどないが山中町の恩間寺へと通じる道が古来より通じており、かつての鈴木肖像も不況と修行のために往来したと考えられている。山中町 柳町との境界付近には採石場がある。また、町域北部には、東大島町とまだがる形で、中部電力東部変電所が立地している。産業は、農林業が中心である。また、県業農家が多数を占める。2019年7月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移市立小中学校に、通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。